エーベルスパピルスの眼治療に関する記述、エーベルスパピルスは、紀元前1550年頃に書かれたエジプト医学パピルスである。古代エジプト医学について記したパピルスとしては、最も古く、最も重要なものである。1873年から1874年の冬に、ルクソールで、ゲオルグ・エーベルスによって購入された。現在は、 ドイツのライプチヒ大学図書館に収蔵されている。このパピルスは、紀元前1500年頃に書かれたものだが、紀元前3400年頃に遡るより、以前の文章を書き写したものだと考えられている。110ページあり、長さは約20メートルである。カフン・アイニカロジクル・パピルス、エドウィン・スミス・パピルス、ハースト・パピルス、ブルーグッシュ・パピルス等と並び、 エーベルス・パピルスは現在まで伝わる最もブルーグッシュ・パピルスにはエーベルス・パピルスと共通する記述もありエーベルス・パピルスの文章の意味を明確にする手助けにもなっているエーベルス・パピルスはヒエラティックで書かれ古代エジプト時代の医学知識を現代に伝える最もボリュームのある文章になっているこの中には 700ほどの魔法の調合法や治療薬が記されている。また病気の原因となっている悪魔を退散させる多くの呪文についても記されている。また、心臓についての論文も含まれ、心臓は体内の血液供給の中心に位置し、血管で全身の器官と繋がっていることが記されている。エジプト人は腎臓についてはほとんど知らず、心臓は血液、涙、 尿、精液等のすべての体液を運ぶ管が集まる場所と捉えていたと考えられる。ブック・オブ・ハーツと呼ばれる章には、うつ病や認知症のような精神障害についての記述が詳細に書かれている。これらの記述は、エジプト人が精神と肉体の疾患を同じように捉えていたことを示唆している。他にも、エーベルス・パピルスには、否認法、 妊娠の診断等の婦人科医学、消化器疾患、寄生虫、癌病、皮膚病、虫歯、農養や、癌の外科手術、舌骨、火傷等についての章もある。エーベルスパピルスの気管自然則に関する記述、エーベルスパピルスに書かれた治療薬には、次のようなものがある。気管自然則気管自然則の患者には、レンガで温めたハーブのミックスの煙を吸入させる。 胃痛、e、の患者の胃を空にするためには、牛乳1、穀物1、蜂蜜1で混ぜたものをすりつぶし、ふるい、加熱し、4度に分けて与える。重複中の治療薬は、品川萩1、夏目やシ1をオイルの中で加熱し、痛い部分に塗る。ガンガンに対しては、何もしないことが推奨されている。腹食腹食に、猫の脂肪を添加することで、 ネズミやラットから身を守ることができる。下もネギ半分とビールの泡は死に対する治療薬だと考えられていた。メジナム師匠メジナム師匠には虫の新しい方の端を枝の周りに覆いゆっくりと押し出す。様々な疾患の共通の治療薬として書かれているものにオードがある。例えば様々な消化器疾患や顔病に処方される。 また、泌尿器疾患の治療薬としても用いられる。エドウィン・スミス・パピルスと同様に、エーベルス・パピルスは1862年に、エドウィン・スミスによって所有された。パピルスの出所は分かっていないが、テイベの共同墓地にある、アサシーフ地区にあるミイラの足の間から発見されたと言われている。少なくとも、エーラージメディカル・パピルス・イン・ザ・ポゼッション・オブ、エドウィン・スミス、アン。 アメリカンファーマー・オブ・ルクソールの宣伝として、古物賞のカタログに載せられて世間に公表された1869年までは、エドウィン・スミスによって所有されていた。その後、1872年に、ドイツのエジプト学者で、小説家のゲオルグ・エーベルスが購入し、その名前が名付けられた。1875年に、エーベルスは、英語とラテン語の語彙と序文をつけた白紙ミリ版を、 出版したが、全文訳は1890年に、エイチ・オア・キムが初めて言った。エーベルスが、ライプツィヒエジプト学会の会長を退任した後も、エーベルス・パピルスは、ライプツヒ大学の図書館に残された。パピルスの英語訳は、ポール・ギャリアンディによって公表された。ありがとうございます。